はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は高校国語教科書聞き流し、松村圭一郎さんのね、まだ知らない自分に出会うっていうね、評論文を読んでみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、この私滝谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。さあ、今日早速読んでみましょう。今日はね、まだ知らない自分に出会う、ね、っていうね、話なんです。で、早速読んでみましょう。この春大学に入学したばかりの1年生に課題図書を読んでもらう授業を担当した。最初にどうしてこの授業をするのかを考えてもらうために、なぜ本を読むと思いますかと聞いた。学生たちの答えは、知識を増やすため、新しいものの見方を獲得するためといったものがほとんど。中には自分の存在を確かめるためという素敵な回答もあったが、おおむね何かを得るために本を読むと考える学生が多かった。私はこう考えますと話をしたのは、本を読むって対話なんですというもの。何かを一方的に得るためというよりも、それはある種のコミュニケーションなのだと。なぜ人と対話するのかと問われて、何かを得るためと答える人は少ないだろう。それは人との対話を別の目的を達成するための手段と考えているように聞こえるからだ。本を読むとき、私たちは知らない誰かが書き残した言葉と向き合う。遠く離れたところにいて会えない人かもしれないし、すでに亡くなっている人かもしれない。それどころか千年前の人だって本になっていれば、その言葉を読むことができる。翻訳されていれば全く理解できない言語で書かれた本だって読める。本を読むとき、私たちは時間と空間を自由に移動しながら、その書き手たちの言葉を受け取ることができる。こんなワクワクする経験は他に滅多にあるものではない。でもそれは一方的に言葉を受け取っているだけで、対話ではないと思うと話す学生がいた。いくつかの答え方がある。一つは、本を読むとき、私たちは必ずしも固定したメッセージを一方的に受け取っているわけではないというもの。対話の相手が変われば、話の内容が変わるように、読み手が違えば、そこに生まれるものは変わる。ある本を面白いと思う人もいれば、まるでつまらないと感じる人もいる。本は言葉が記されたら完成するわけではない。いろいろな読み手のたくさんの読み方によって、多様な意味が付加されている。同じ人でも読み方は変わる。以前読んだ本をしばらくして読むと、新鮮な感動を覚えることがある。最初は何も感じなかった本が、時間が経ったことで大切な一冊になることもある。読む人の関心や姿勢で本に書かれてあるメッセージが変わるのだ。優れた本にはそんな懐の深さがある。本を書くだけではなく、読むという行為によってその都度姿形を変える。だから読書は書き手と読み手、メッセージを送る人とそれを受け取る人が対面し、思いを交換する対話に限りなく近い。もう一つの答え方は、そもそも対話というコミュニケーションは、双方向に明確な意味を持つ言葉をやり取りしているわけではないというもの。対話という言葉につきまとう一般的なイメージは、必ずしも実際に自分たちが行っていることを正確に捉えてはいない。言葉を投げかけるとき、私たちはその言葉は相手にどう受け取られているのか、手に取るようにしっかりと把握できない。講義などで話していても、学生たちが分かっているのか分かっていないのか、すぐにはつかめない。本人たちは分かっていると思っていても、全く勘違いの場合もある。学生が深くうなずいているので、ちゃんと分かっていると思っていたら、全然分かっていなかったなんてことがよくあることだ。言葉を意図した通りに相手に届けるのは容易ではない。でもたとえ届いていなくても、一応対話は成り立つ。だとしたら、本の書き手に自分の言葉が届くかどうかはそれほど問題ではないのだ。対話は言葉のキャッチボールのようなものだと思うかもしれない。でも果たしてそのボールがこちらの意図したボールとして受け取られているのかわからないまま進行する。相手が投げたものをボールだと思って受け取っても、もしかしたらバットを投げていたかもしれない。それに互いに気づかないまま対話が続くこともよくある。そうしたズレは、
双方が同じ言語、例えば日本語を話していたとしても常に生じる。知識の違いかもしれないし、世代の違いかもしれない。たとえ同じ環境で生活してきた仲の良い家族でも、お互いの意図や言葉がきちんと了解し合えているわけではない。多かれ少なかれ、対話は不完全なコミュニケーションだ。それは相手を理解する試みが失敗し続けながらもなお成り立っているように思えてしまうプロセスなのだ。相手に投げかける言葉がそもそも自分が考えた言葉とは限らない。対話をしていると相手の言葉に影響を受け、思いが込められた言葉はそれが送り手の意図かどうかは関係なく私たちを揺さぶり、自分の思ってもいなかったことを口走らせる。そこではメッセージの送り手と受け手との境目が限りなく曖昧になる。最近対談イベントなどで人前で対話をする機会が増えた。中には初対面の人もいる。対話がうまくいったなと思うときは、それまで自分が考えてきたことを正確に表現できたときではない。むしろ相手の発する言葉、そしてその背後にある思考が自分に乗り移ったかのように、思っても見なかったことを自分が話していたとき、その対話がとても充実したものに感じられる。本を読むことも、人と言葉を交わすことも、まだ知らない自分に出会うという対話の面白さを味わえる機会なのだと思う。さあ、本を読むときには筆者の意図通りに理解するっていうだけじゃなくてね、まだ知らない自分に出会うときこそが面白いんだっていう話ですね。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。今日はまだ知らない自分に出会うという松村圭一郎さんの文章でした。では今日はここまでにしましょう。